スロバキア産の珪相土珪相土は、藻類の一種である珪相の殻の化石よりなる、堆積物である、ダイアトマイトとも言う。珪相の殻は二酸化珪素でできており、珪相土もこれを主成分とする。珪相が海や湖床などで大量に増殖し死滅すると、その死骸は推定に沈殿する。死骸の中の有機物の部分は徐々に分解されていき、 最終的には二酸化系層主成分とする殻の実が残る。このようにしてできた系層の化石からなる岩石が系層土である。多くの場合白秋以降の地層から産出される。系層土の光学顕微鏡写真。系層の各辺が散在している。固化した系層土は殻を壊さない程度に粉砕して用いる。ソードの流形、すなわち、系層の殻の大きさは、 だいたい100メートルから1ミリメートルの間である。粒子の形態は元になった軽相の種類に応じて、円盤状のもの、防水状のものと様々である。軽相度の色は白色、炭鉱色、海緑色と産地によって様々であるが、これは、殻の色ではなく、軽相度に混入している、粘土粒子など、や雑物の色である。また、焼成すると赤く変色するものもある。 調整した、軽装度軽装の殻には、昇降が多数開いているため、軽装度は、体積あたりの重さが非常に小さい。軽装度の最大の用途は、ろ過除剤である。吸着能力は低く、溶液中に溶解している成分はそのまま通し、不溶物だけを捕足する性質がある。そのため、軽装度単独でろ過することは稀で、フィルターに微細粉末が目詰まりしてしまうのを防ぐために、 フィルターの手前に置いて微細粉末を補足するのに用いられる。また、軽藻度は水分や油分を大量に放置することができる。このため乾燥土壌を改良する土壌改良剤や流出した油を補修する目的で使用される。アルフレッド・ノーベルはニトログリセリンを軽藻度に吸収させることで安定性を高めたダイナマイトを発明したが、ノーベルは その後、はるかに爆発力の強い、ブラスチングゼラチンスタイルのダイナマイトを開発したため、軽層度を使ったダイナマイトは科学史のトピック的存在にとどまった。触媒やクロマトグラフィーの固定症の単体としても使用される。その他、耐火性と断熱性に優れているため、建材や保温剤として、電気を通さないので絶縁体として、また適度な硬さから研磨剤としても使用されている。 建材としては、昔からその高い保温性と程よい吸湿性を活かして、壁土に使われていた。近年、自然素材への関心が高まるとともに、壁土への利用用途が見直され、脚光を浴びている。漆喰に類似した外観に仕上げることができ、プロでなくとも試行しやすいため、DIY 向けの建材としても販売されている。珪藻土そのものには、接着能力はないので、 壁土としては、石灰やアクリル系接着剤を混ぜて使用される。しかし、軽藻土を数パーセントしか含まない粗悪品が流通しているので、注意が必要である。また、軽藻土には発ガン性があるとして、海外では使用が禁止された国もあるが、発ガン性があるのは、焼結してセラミック状になった、軽藻土で、焼結していない製品には問題がないという意見もある。 ありがとうございます。